この辺はどうなんですか、宮城あたりは、チルトローテーターの普及っていうのは。チルトローテーターはですね、日本に入ってくるあれがまだ間口が狭かったんですけど、うん、ウジラキャタピラーはもう、はい、取り組んでまして、はい、でもう今、4号と7は入り、はい、もうあります。4号と7ね。はあります。でも、お客さんに紹介すると、この人手不足で、これがあれば、3人で、うん、4人で行きなんで、いや、これ考えた方がいいなっていう、やっぱり若いオーナーの人はもう考えてますね。人宿よりもこれ買った方がいいって。で、なおかつ今、ICT でもう GPS で、うん、設計入れれば、もう機械が勝手にこうやってこうやってこうやってくれますから、もうそういう世界です。宮城県内でも結構使われてます？チルトローテーターはまだあんまり見ないですか？うちでまず最初に復旧させたのが、なんだ、ローテーターは入んないけど、チルトバケット、うん、はいはいはい、これはもう ICT に入ってます。旋回もします？旋回はなし。ローテーターですから、チルトバケットってチルトだけね、うん、ああそうですか。それにもうやっぱりローテーターが入ってきて、今どんどん一番多分先と言ってますね。言ってます。ローテーターももう言ってますから、今年来年って普及されていくと思いますね。はい、そうですか。でただ要はここの仕組みがもうチルとしてローテーションするんで、はい、非常にちょっとやっぱり重いっていうかあれなん で、ね、で今現在は成形の方だけですね。こう最後の仕上げとか、うんうん、乗り切りの、はい、そういう感じで、あと何て言うの、バゲットハサミっていうか、はい、ハサミ参拝関係で、うん、ICT まではいらない、ただこうやってでこう回してっていう、それがもう普及してる。だからブレーカーとかああいう振動がかかるのはダメ。あとバゲットも、ね、あんまりこう重い、なんだ、リューベを大きくしちゃうと無理、こう壊れちゃう。手首折れるよ。重いからね、どうしてもね。で、ただやっぱりICT の情報化施工の中で仕上げっていう中では非常に有効で、だから我々的に最初になんでチルトバケットをあれしてるかっていうと、まあ現場実際に結構に石巻あたりでも乗り面こう、はい、正面向かなくても斜めからこういってこういってこう落としてますからね。モニター見ながらも。そうそうです。で、キャタピラーが進めてるのは完全自動とか半自動とかっていうのは確かにあるんですけども、うん、それに対する費用が大変なんで、でお客さんが効率よくできるっていうことでガイダンスの部分があるんです。はい、でそれはお客さんが画面見ながらでこうやって、で最初私たちこう普及させた紹介した時に、俺はこれがあるから大丈夫だっていうオペさんにプライドありますから、じゃないんですよと、最初バーッと仕上げてって最後の精度出せっていう時にいじいじ折れてってこうやってまた上がってってまたこうやってグーってやるんじゃなくて、もう乗っててピッてやってグーってやって、大体これくらいかなって言って当てていくと、音と画面で教えるから OK であればピーってなりますから、あ OK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  って言えば、あこれ絶対チンだから、工期がすごいもう半分以下になって、ということは燃料も食わない、だから燃費がいい、そういう格好でもう。